来たか。ああ、来たぜ。地上の厄介な敵も倒してきた。あ、お前たちは今のところ最もアリスの雛鳥に近い存在だから、メディエタはお前たちを苦しめる。苦難を乗り越え、事故。俺たちはそんなこと望んでいない。そのためにたくさんの望む望まぬなど関係ない。世界がそういう風にできている。そうできないかどうかはやってみなくちゃわからない。では来い、人界の守護者よ。おま、ああ、望むところだ。なぜ抗う人界の守護者キリト。お前だけは陛下がなさることの意味がわかるはず。どういうことだ。メディエタは気づいた。お前は他だ。俺がリアルワールドの人間だと分かったということか。お前は誰とも違う、人界の者と我らと。だったら何だ。理解できるはずだ。誰が何を思い何のために戦う。そんなことない。価値のある存在は一握り、他は無価。お前のしていることは無価値だ。子供がむやみに傷つく必要などない。あんた他と違ってまだ話せるやつなのに、こうなって残念。あいにくこっちには守るべき存在がたくさんあるんだ。
諦め、世界もそれを望んでいるという、うなずくならば容赦はしない。その命無意味に散らせ。終わりましたね。